演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、コーヒーゼリーのもちもちクレープを食べてもらいます。ファミリーマートです。言うの忘れた。では四角いクレープですね。ちょっと破けちゃいましたけど、これね、中に見せて、中にクリーム入ってますね。おお、触った感じは本当に弾力ありそうだ。こういった感じです。割るとゼリーがとんでもないことになりそうなので、このままいきますね。コーヒーゼリーってあんまりクレープに入ってるイメージはないので楽しみです。ではいただきます。もちもちとした生地食感ももちもち、見直しです。クレープのもちもちした生地食感ももちろんあるんですが、それ以上にコーヒーゼリーのプルプル食感の方がかなり強いですね。なのでクレープがちょっと脇に行ってしまっている感はありますが、コーヒーゼリーとして考えると非常に美味しいです。味は苦めで甘さ控えめなので大人向けですね。ちょっと好みが分かれるかもしれませんので、こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。エンドヘイ。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。